スケラソメーロ。推しのラブより恋のラブ、ラブオアダイ。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ルサオでございます。実はですね、この前トークはですね、後取りになっているんですよ。というのも、この推しのラブより恋のラブ、ラブオアダイを実況しようとした際にですね、なんと最初半ばにわたって謎の雑音が入っていると謎の雑音が入っており、とてもね、視聴者にお見せできるようなものではありませんでしたということで、まあね、今日はこの推しのラブより恋のラブをやっていくわけなんですけど、無事にでもね、途中で実況のノイズの方とか切れてなかったりとかしたんで、最初の心で前トークだけ後取りになっております。はい、で、なんかね、どうやらですね、この可愛いね、女の子二人のまあイチャイチャをね、描いたゲームの体験版になっているということで、まあね、早速皆さんに見ていただこうかなと思います。はい、それではスタートでいきます。真っ白なチャペルに遠く鐘が鳴り響く。はい、ということで、多分急にね、急にこの前トークルサオじゃなくなるんだけど前トークルサオのパートじゃなくなるんだけど、まあそれまでちょっとやっていこうかなって思います。バージンロードを通り抜けると、ステンドグラスに照らされた二人は柔らかく微笑んだ。ステンドグラスに照らされた二人、そんな風景に私は目を細めて、うん、すぐに廊下を通り抜ける。制服の襟元を直しつつ、足早にチャペルからロビーへと立ち去った。フロントに戻る途中にふとショーケースが目に入る。ガラスの向こう側には純白のドレスが光を受けて、散りばめられた美獣をキラキラと輝かせていた。輝かせていた。あの子に似合いそう。そのきらめきに私は小さく微笑んで、ガラスに指先を伸ばす。あの子のことを少しだけ考えて、小さくため息をついてから私はその場を立ち去るのだった。なるほど。ということで、まあね、前トークルサオの実況はここまでになりますはい、次から本編で交代していくんで、ぜひ見ていってください。それじゃあ、白色の光に照らされたエレベーターホールを抜けて足早に駆け出す。マンションの廊下にヒールの音が響いて、高鳴る信号をに胸を押さえた。熱くなった体に思わず春物のコートを脱いで、乱雑にカバンから鍵を取り出す。そのままドアを開けると、私はヒールを急いで脱ぎ捨てた。なんか社会人っぽい感じするけどな。あくる、おかえりー。恋名前が恋。ただいま。でん、あ、恋か。なるほど。なるほどね。恋愛の恋で、恋ちゃんじゃないんだ。恋ちゃんなんだね。はい、かわいい。水色のセーターにピンク色のブリーズスカート、少し着崩した制服姿の同居に。これはなんだ？これなんだ、なんて読むんだ？古方でいいのかな？古方蓮は、ぎょとんと表情を浮かべる。真剣な表情で見つめ返すと、台所で食事の準備をしていただろう。濡れたままの蓮の両手をぎゅっと握りしめた。キラキラと丸い瞳が私を見上げて、薄いグロスが引かれた桃色の唇がキュッと結ばれる。そんな同居人をしっかりと正面から見つめて口を開いた。めっちゃ可愛いじゃん。なんか同居人すげえ可愛いけど。お願い、結婚したいの。おお、はあ、ほう。あ、つかなんか俺さ、ごめん、突っ込ましてごめんね。アクルちゃんさ、すごい スタイルいいのわかんだけどさ、服ピチピチじゃない？なんか服ピチピチじゃない？何？私と？そんなのもちろん。あ、オッケーなんだ。うん、押した。満面の笑みで大きくうなずこうとする顔が一瞬固まる。その姿に私は早く素早くカバンからスマートフォンを取り出した。そして録画面を解除すると、私の大好きなソーシャルゲーム、剣豪小生人おり、剣豪なんでちょっと待って読めない、剣豪秋名王子人おり
難しい。ケンショーのアプリを立ち上げる。これでケンショーって呼びますね、これから。なんで、なんか呼びづらいな。やめてくれ。やめ、ちょっとだけ難しい感じやめて。なん、金秒風の風景の前で私の推し、つまり最愛のキャラである秋山こえへ、呼びずれ呼びずれこえ、こえへくんこ、こへ、こへくんこへ、いいじゃないこへなんだ、伸ばすんだね。こへくんが大笑いとともに、なんだこれ、なんだこれ、なんて呼ぶんだよ、何を傾けてるんだ、漢字弱者のバレる、何傾けてんだこれ。小柄な体に紋付き袴姿をダボッと余らせて着ているのが可愛らしい。その愛おしい姿の横には春の嵐風雲婚姻儀式ガチャというロゴが表示されていた。ほら見て、今年のガチャはコヘイ君ピックアップなの、確率もいつもの3倍。あー、なるほどね、クソ課金ソーシャゲンゲーマーってことね。レンちゃんはそっちの結婚じゃなかったと思うけど。さらに今回は仮天井付き。それなのにもう2回すり抜けて。ゲームのガチャの演出の話をここでされても俺はよくわかんないです。運がない私はガチャに毎回泣かされてるけど、今回は一定の金額を加減すると特定のキャラが出る確率が一気に高くなる仮天井の仕組みがついて、あ、これそういうこと、仮天井ってそういうやつなんだ。ありますよね、 APEX のガチャとかもそうじゃん、なんかあの50回1回はレジェンドが出るみたいな、そういうことか。課金額はすでに数万円を超えてて、本来だったらもうとっくに手に入っててもおかしくないのになぜかコヘイ君はお嫁に来てくれない。お願い、これはコヘイ君との結婚がかかってるの。なに、もしかして レンちゃんになんかお金かかってんの。つまり推しと結婚するためってこと。だってレンが引いてくれたら多分お迎えできると思うし、これ以上SR 確定演出が出ない絶望を味わいたくない。ああ、なるほどね、確かに。エマ小さくつぶやいて体を寄せると不服そうな瞳で私を見上げた。アクルの浮気者、何回推しと結婚したら気が済むの。そういうことが、今までね、なんかガチャとかで推し変わってくるタイプの子なんだね。いや、まだコヘイ君とは2回しかしてないから。そう、コヘイ君とは去年のスプリングウェディングガチャ以来なので、まだ2回しか結婚できていない。その時は家賃までつぎ込んでギリギリの状態になったけど、やばいだろ、結局レンのおかげで無事お迎えすることができた。本当、あの時のレンの強運には助けられたわ。私はチラリと視線を向けて眉毛を寄せてうなっているレンの表情を伺う。私とは全然違う、まるで宇宙人のような存在だけど、この子の強運には今まで何度も助けられてきた。そんな感じなの。まあ助けられたのは運だけにじゃないけど。やめろ、話のストーリーちゃんと読まないと全然ついてこれないフラグを立てるの。これ結構重要なんだろう、きっと。レンにバレないように心の中でつぶやいて、私はスマートフォンを握りしめる。するとレンは私の服の裾を掴んで見上げると唇を尖らせた。かわいい。2回も結婚するとか意味わかんない。やめろ。やめろ。2回も結婚する人はこの世の中にたくさんいんだよ。推しとの結婚は何度だってしたいのよ。そう、推しと、推しですからね。そうだったけど今年は和装だし。何それ、もうお願いだからね。これなんだろう、なんかさ、俺取り残されてる感すごいんだけど。だからさ、 俺今の気分めちゃめちゃ取り残されてる感。なんか女の子の同士の会話だから、このいつもの実況見て突っかかれないんだけど、なんだろう。目は呆れたようにつぶやく。その目の前で両手を合わせて私は頭を大きく下げた。おかえりなさいのキス。うう。同じ声出すな。同じ声を出すな。うーじゃねえよ。おまるように一瞬たじろいで、そのまま半歩引き下がる。けれどレンは私の様子に構わず、こちらに一歩近寄って、かかとを軽く上げた。ほら、ほっぺでいいから。かわいい。わかりやすいように頬に指を当てて、レンは何か言いたげな表情で私を見上げる。こんなことしなくても、別に、言われたらするのに。うお。言われたらするんですね。
水面に絵の具を落としたような淡い色の花に手を伸ばすと、柔らかな感触が指先に触れた。その目元についたミルキーピンクのアイシャドウが蛍光灯に反射して桃色に輝く。気をそらすように髪を耳へとかけて目の前にあるレンの表情を伺う。ほっぺでいいって言われるとなんだか少しだけ釈然としない。それならほっぺ以外とか。ほう、なんだ、ドキドキするんだけど、なにこれドキドキするんだけど目元に唇寄せる。キス以外の方法を選ぶ。俺だったら口にキスするけど。まぶた、うん、キラキラして綺麗。まぶたにキス、なんか、どうなんだろうな。なんかさ、してる人たちから見たら、あれだけど、まぶたへのキスはなんか、他の人から見たら笑っちゃうんじゃねえか。面白いんじゃないか、それは。ちょっと、どうなんだろう。娘を上げて、せかすように唇を突き出すね、答える。ように、指先で目元に触れる。前髪をずらして、軽く、かがむと唇を寄せた。ただいま。チュッ。唇を離すと、まぶたがゆっくりと開かれる。目元のアイシャドウのラメに私のグラスが乗っかって、赤色に色づいていた。こっちじゃダメ。うん、嬉しい。好き。そう言って、レンは嬉しそうに張りかむと、私の手からスマートフォンを受け取る。画面として落とすと、軽く首をかしげた。ソファーでゆっくりやっていい？アクルもお腹減ったでしょ？おー。うん。ガチャは明日の昼までだから。ああ、まあ今引いちゃえばいいんじゃないの、それは。寝をするように指を立てると、レンは呆れたように笑う。すると、不意に私の方を見上げて、前髪へと手を伸ばした。ほう。ふわりとカモミールの香りが鼻を抜けて、頬へ指先が触れる。とっさのことに反応できないまま、柔らかな感触に息を飲んだ。せっかくアクルからプロポーズしてくれたと思ったのにな。プロポーズ？プロポーズ。その言葉に私は眉毛を捨て、オウム返しのように反芻する。確かに推しの小平君に向けて結婚したいとは言ったけど、別にレンには、うん、いや、あれは違くて。先ほどまでのやりとりを思い出してとっさに体を離そうとするけれど、追いかけるようにレンは体を寄せてきた。でも、もうすぐ付き合って1年だよ。ああ、やっぱりじゃあこの2人なんかあれなのか、レズカップルなのか。時間は問題じゃないでしょ。レズビアンカップルか。レンはふてくされたように口を尖らせつつ、奥から指先を離して、腕にかけたコートへと手を伸ばす。はい、コート、かけとくから。あざます。レンは納得していかないような顔、納得していないような顔をしながらも、律儀に私からコートを受け取って、寝室へと向かう。小さな後ろ姿に思わず頬を止め、笑ってしまった。あー、私服かわいい。もう。さっきからずっとにやけてる。ソファーに座ってスマートフォンを胸に抱きしめていると、テーブルの上で書き物をする手を止めて、レンはこちらをちらりと見る。だってこんなあっさり小平くんが出てくるなんて。自分でお迎えできないのは悔しいけど、やっぱりレンに頼んでよかったわ。なるほどね。アクルがいいならいいけどさ。いいけどさ。セリフも最高、表情も100点だし、衣装も1000点。襟元が緩んで、衣装は100点だろ。職人の息では。あの、ちょっとごめん、口うるさいから、これうるさいから。表情も100点だし、衣装も1000点なの。衣装は1000点でいいんじゃないの。ダメなの。そうだね。まあやってないとな、わかんないもんな。確かに。レンは私の言葉を流しつつ、テーブルに置いた紙へと向き直る。真剣な表情に気になって軽く覗き込んでみると、ノーズサイズの紙には進路希望調査と印刷されていた。あ、高校生なの。そっか、レンも来年には卒業だもんね。そんなことを考えてると、ペンを握ったままレンと目が合った。アクルちゃんは何歳なのこれ。その様子に首をかしげると、レンは何か思いついたようで、あっという間にオレンジ色のボールペンで書かれた文字で空欄を埋まっていく。って第一希望、アクルのお嫁さん。職員室に呼び出されるぞ。職員室に。あの、進路希望にお嫁さんって書くのダメだよ、絶対。だって、
進路希望って言ったらそれしかないかな。まあフリーターとかそのまま行く人もいるっちゃいるけど、フリーターとかそのままなる人もいるっちゃいるけどさ、もうちょっとちゃんと書いた方がいいかな。ちゃんと真面目に書きなさい。うん、それは同意見だ。なぜか嬉しそうに頬を緩め、テーブルに肘をついて笑う。年に私は言葉を失う。私だったらそんな軽々しく将来のことなんて決められないのに。本当、何考えてるかわからないわ。少しは分かってきたけど、それでもまだまだこの子の考えていることはわからない。少し呆れつつも蓮の言葉を待つように表情を伺った。なんかすごい蓮ちゃん不思議ちゃんキャラみたいになってる。そこまででもなくない？そこまででもないよね。それにさっきアクルに結婚しようってプロポーズされて、やっぱり結婚したいなって。おお、なんか別れそう。これ男女に置き換えた時別れそうだなって思うけどな。まあ女の子同士ですから。それは小平くんに向けてだから。そうですよ、武蔵野小平くんに向けてですよ。ほらこの前女性同士でも結婚できるようになったし。あ、まあ、なりました。そういえばごめんね、あの世間話をされてるような気分でも聞いてた。なりましたよ。そう言って蓮は下り顔で笑う。異性同士でしかできなかった結婚も今では性別の縛りが取り払われて同性同士でも結婚できるようになった。まあなんか人口の差だって割合から考えて、確か 25% ぐらいがさ、その LGBT に入ってるとかいう時代じゃん。普通に 25% ぐらいがさ LGBT に区分されてたんで、全然異性とかね、そういう同士でも結婚 OK だと思いますけどね。ルサオはなんか何パーセントか分かんないけど、私もとか思わなくもなかったけど、思わなくもなかったけど、でもまだ正直自分のことのようには思えない。何より結婚なんてしたら推しよりも家庭優先みたいになりそうだし。そんな私の心を置いてきぼりにして、蓮はそのまま進路希望調査票に式にはルリちゃん先生も招待するねなんて書き加えている。すっかりその気になってしまったらしい。結婚ね、結婚したのか俺以外のやつと。結婚したのか。私は蓮の前の椅子を引いて座ると、スマートフォンをテーブルの上に置く。画面では小平くんがにこやかな笑みを浮かべて、うむ、なんてセリフを発していた。うむ。結婚なんてしたら、推しを追いかけられなくなるじゃない。私はまだ自由でいたいの。おお。反対です。なるほどね。まだ恋のラブより推しの恋ってことか。どうせ浮気して怒られるのが嫌なんでしょ。どうなの。結婚なんて人生の墓場。推しのことを追いかけるのが人生なのに、そんなの嫌でしょ。あー、まあでもあるよな、ある。なんか付き合ってまではすごい良かったんだけど、付き合ってからかなみたいな、多分そういうことだよね。多分なんか多分そういうのと一緒なんだろうな、きっと。なんか結婚が人生の墓場っていうのは、なんかその場のノリとか勢いで、なんかこの人大丈夫だ、一緒にいましょうねみたいな感じでやったら意外とみたいな。そう、なんか本当に良かったのは、あの恋をしてた頃のあの頃だったみたいなパターンだな。いいと思うんだけどな。いいと思うんだよな。そうするとレイはペンを口紅につけて考え込む。子供っぽい仕草に目をすると私は緩く微笑んだ。もう少し考えてみたら。それに恋愛だけが人生じゃないんだから。そやで。あ、そういえば明後日からインターンシップの授業があるよ。インターンシップの授業。インターシップの授業って高校からあんの今。大学とかのイメージあるけどね。インターンシップ？社会人になってからもうすっかり聞くこともなくなった言葉に思わず首をかしげる。卒業後の進路を考えるために実際に会社やお店で働く職業体験だったっけ。社会人になってからすっかりって考えた。じゃあアクルちゃんは何歳なんだ一体。21、2ぐらいなのかな。私は中学の先輩が働いてるエステサロンに行くの。3日間だけど、エステのことをいろいろ教えてくれるんだって。ありがたいですね。中学時代の先輩。あ、嫉妬しちゃうんじゃない。ニコニコと口元を緩めている蓮に、私は胸の奥に突っかかりができたように息が詰まる。それって前に蓮の浮気相手だって私が勘違いした人。男の人じゃないっすよね。付き合う前の話だけど、一緒にホテルの中のエステサロンに行く姿を見て、蓮の恋人だと勘違いした相手。その当時の気持ちを思い出して胸がざわめく。インターンシップの話したら、よかったら来てみたらって誘ってくれたの。エステだったら興味あるし、
卒業したら先輩の店で働くっていうのもいいかも。あーでもいいね、中学の時の先輩が。ちょっと待って、中学の時の先輩でしょ、レンちゃんが今17歳か18歳になってるってことじゃん。あ、違う、16歳か17歳ってことでしょ。オーダーは先輩じゃないっすよね。オーダーは先輩じゃないっすよね、多分。そう。オーダーは先輩じゃないっすよね。そういうことだよね。あくまで先輩がそこのエッセに行ってるだけ、エッセのスタッフとして行ってるだけで、オーダーは違う人っすよね。開店したわけじゃないけど、先輩のお店って言ったらそういうことじゃないよね。20歳でエッセサロンを起業と思って。身近な人とはいえ、いろいろな仕事を体験するのは進路を考えるためにいいことだろう。確かに。それがそのまま進路につながるならなおさら。大学も あるけどな、普通になんかインターンで行ったところがそのまま職業を先にしやすいのか、採用試験とか優先してくれるみたいな。私はチラリと例の表情を伺う。その明るい表情に胸を押さえて、私は小さくため息をつくのだった。で、気になってきちゃったわけ？っていうわけなんですけど、あんたおっぱいでかいな巨竜じゃねえか。エッセサロンのフロントで待たされてる間、シノはメガネの奥の人に収めて愉快そうに私を見上げる。だってシノが言ったんじゃない。エステなら自然と手が触れ合うし、恋人にはないときめきに二人はそのまま、あのやっとかなんとか。アクルちゃんの服さ、なんかやっぱりなんかピチピチじゃないなんでこんなピチピチなセーター着てんの。まあそういうこともあるよね。そういうのって、あのそっち系のビデオの話だけじゃないの。シノは顎に手を当てるとにやりと笑って瞳をきらめかせた。シノは10年以上幼馴染として一緒にアニメや漫画を追いかけてきた戦友ではあるけど、最近は私とレンの仲が面白いみたいでたびたび茶化してくる。今回もレンのインターンシップの話をしたら浮気されるかもとそののかしてきたのだった。早星様と錦様ですね。今回はお二人のご希望ということでよろしいでしょうか。ウィス。シノと話しているところにエステサロンのスタッフの人が戻ってくる。スタッフの人は書類が挟まれたボードを抱えて大穴笑みを浮かべていた。はい。できれば二人一緒でお願いします。かしこまりました。ではこちらのヒアリングシートに。エステの内容説明を聞いて私たちはヒアリングシートを受け取ると、そのままスタッフの女性はお茶を用意しに奥へと消えていく。あたりにはヒーリング系の BGM が流れていて、カーテンで隔てられた奥の個室では何人かコースを受けているようだった。そのうちの一つはカーテンが数センチほど開いていて、目を凝らすと金色の髪が揺れているのが見える。待合室の壁に貼られた化粧水の広告を見るふりをして立ち上がると、顔を出してこちらのこっそり奥の様子を伺った。レンちゃんじゃない、この一枚なんか可愛いこのカットの一枚可愛い。レンの中学の先輩、宇藤愛羅さん。宇藤愛羅さん、なんかあのすごいいいね、イラストがすごい綺麗だし、なんかあのちょっと水彩画っぽくて私は好きです絵の感想。声を潜めて体を寄せてくるシノに小さくなずくと、私は二人の様子を伺う。エステサロンの制服を着たレンは笑顔を見せながら先輩の話を聞いているようだった。鼻筋の通った顔立ちに薄くメイクをしたアイラさんは、髪を一つにまとめた清楚な容姿ながらも華やかな雰囲気をまとっている。これ使ってるの見たことある、光当てるやつだよね。光当てるやつ、そうね。でもあんまり強いと肌痛めちゃうから、だからほらこんな風にオイルを使って、オイルを使って。どうやらエステに使う道具や機械の進みを受けているようで、レンの手を握るようにアイラさんはオイルを塗り込んでいる。当たり前の指を絡まして笑ってる二人の空気に私は思わず息を飲んだ。いい雰囲気じゃん、美人だしレンちゃん好きそうなタイプじゃない。いや、アクルちゃんもだいぶ美人だと思うけど俺的には。シロの言葉に私はわずかに唇を噛みしめる。胸の奥がざわりと震えて眉間にシワを寄せた。レンのことは信じてるけど、信じてるけど。アイラさんの華やかな空気はなんだかレンの雰囲気に合ってる気がする。私といる時よりなんか恋人同士っぽいような。まあそれはでもあれじゃないのアグルちゃんがあの恋のラブより推しのラブを優先してしまってるからじゃないのかな。
口に出されん感情が胸の奥に湧き上がって、それに蓋をするように胸に手を当てた。こんなことで嫉妬するなんて心が狭いって分かってるけど。綾星様、すみません。後ろからかけられた声に思わず肩が跳ねた。振り返るとスタッフの女性がこちらを見上げている。いぶかしげな顔で私を見つめる女性に愛想笑いを浮かべつつ、私は何事もなかったように篠の隣へと座り直すの。薄暗い室内を間接照明が照らし出す。ところどころ観葉植物が置かれた空間はクリーム色で統一されて、上品な空間が演出されていた。これは作画の参考になりそう。カメラ持ってくればよかったな。ああ、なんか漫画かなんか描いてるってこと？シノはすっかりシチュエーションに興奮しているようで、メガネの奥の瞳が輝いている。それを横目に私はため息をついた。ベッドに置かれた顔にカバンとストールを置いて、紙製の下着を手に取る。え？そういうやつがあんの？紐よりも頼りない下着に小さくうなりつつ、シノの方へと視線を向けた。ねえ、これってほぼ裸じゃない？紙製の下着なんてつけるの？あの女性のやつと、ごめんなさい、知識ないんで、あの分かる方いたらコメントで教えてください。そうなの？そりゃそうでしょ。全身コースなんだから、肌出さないと。それはそうだけど。私は小さくつぶやき、カーテンの向こう側をちらりと伺った。そんな私の様子をシノは見逃さなかったようで、こちらを見ると弾むような声で口を開く。さてはレンちゃんが他の女の裸見るのが嫌なんだ。そんなことないけど。思いっきりあります。あまりに手を当ててニヤニヤとした表情を浮かべるシノからの追及をかわすように、私はトップスに手をかける。すると聞き慣れた声がふと耳に入った。そのまま私たちのいる部屋に近づいてきて、隣あたりで止まる。距離があるので聞こえづらいけど、熱いカーテンを挟んだ向こう側の声はこちらにも届いていた。今日はお疲れ様、ご褒美にだけど少し施術してあげる。お、あざす。本当？嬉しい。ほらそこに座って、さっき説明したオイル使うから。やった、アイランにしてもらうの好きなんだよね。かすかに聞こえる声に私は篠と目を合わせる。篠は軽く肩をすくめて唇に人差し指を当てた。私はとっさにベッドに置いたままの下着へと姿勢を落とす。これって脳内に浮かんだ姿に頬が熱くなる。たとえ真面目なインターンシップだとしても、ほぼ裸同然のレンに他の女性の指が触れている、そんな想像を振り払うように唇を噛んだ。けれどカーテンの向こうからはかすかに声が響く。あ、え、ちちちちちちって感じだ。え、ちちちちちちって感じだね。エチコンロ、点火っつって。エチコンロ、点火っつって。小さな声に混じった、甲高い声に息を止む。まぶたをギュッと閉じると、肺のあたりが苦しくて、噛んだ唇が痛い。その瞬間、甘い声が耳の奥に響いた。あ、やばい。やっぱり、ダメ。カーテンへと手をかけて思いっきり取り払うと、目を丸くしたレンと目があった。想像の中とは違い、制服の姿のまま衣服に乱れもない。その横にはフェミニンなシースルーのロングスカートに水色のブラウスを着たアイラさんが目を丸くしている。その姿をよく見ると、丸椅子に座った状態のまま両手でレンの手のひらを包み込んでいるように見えた。え？あ、アクル？どうしてここに？驚いたように目を見開いて、レンはこっちを見上げる。アイラさんもレンの手を引いて、手のひらを両手で握ったまま唖然とした表情を浮かべていた。ハンドマッサージだね。シノまで？どうしたの？私の後ろから出てきたシノの姿にレンは驚いたように目を丸くする。シノは私の方へと顔を向けて苦笑いを浮かべた。なんだ、手だっけ？てっきり全身やってるのかと。てか、紙製の下着をつけてるアクルちゃんの一枚はないんですか？自分の感じが恥ずかしくなって顔を手に隠すと、ちょうどレンの手のあたりに目が入る。オイルが塗り込まれた手から姿勢をそらして続く言葉を探すけれど、何を言ったらいいのかわからなかった。するとレンの隣にいたアイラさんは柔らかな笑みを浮かべて首をかしげる。レン、もしかしてこちらの人？あ、うん、アクル。じゃあ彼女さん？アイラさんはアイラインの引かれた目元を細めて
と私の方へと会釈を。あ、ごめんなさい、お邪魔してしまって。まるで意に介してない落ち着いた様子のアイラさんに軽く頭を下げて挨拶をしようとすると、私が言葉にすれば先に連絡帳を開いた。だけど、なんでここにいるんだ。ゲロゲロ不思議そうに首をかしげるにとっさに目を伏せる。言った方がいいぞ。逃げ口の私を問い詰めるように蓮は口紅に指先をつける。しかしすぐに何が開いて嬉しそうに微笑んだ。あ、もしかして焼きもち。あ小悪魔だね。ち、違うの。蓮が迷惑かけてないか心配になってね。迷惑かけてなかったよ。むしろエステティシャン興味あるかも。さらりと帰ってきたセリフに私は一瞬息を呑む。あっけらかんとした蓮の様子に勝手に口から言葉がこぼれ落ちた。え、それはダメ。なんで。ダメなものはダメ。それ以外なら何でもいいから。真の希望に口出すなんて子供っぽいけど、それでも一度口を開いてしまったのが後には引けない。体を寄せてくる蓮を両手で制しながら真っ赤になった頬を隠すように顔をそらした。何でもいいの。モデルでも美容師でも学校の先生でも。うん、もちろん。好きにしなさいと好きにしなさいと続けようと口を開こうとすると、滑り込むように蓮は言葉を続けた。じゃあアクルのお嫁さんでも。おっと。もちろん。来るね。大歓迎よ。言った。そこまで言って私はパッと顔を上げると、とっさに出た言葉に息を呑む。あたりに静寂が降りて、ただ店内の BGM だけが響いた。半開きの口で乾いた笑いをこぼすしのに口を見開くアイラさん、その隣には瞳を輝かせているレン。お嫁さん。やったー、あくるー大好きー。腕に衝撃が走ってそのまま強く抱きしめられる。腕の中にはレンの体があって、嬉しそうな声があたりに響き、あ、いい一枚ですね。お嫁さんにしてくれるんでしょ。あ、もちろんアクルも私のお嫁さんだからね。そう宣言してレイは抱きしめる力を強く、柔らかい感触に次第に頭が冷えてきて、必死にレイを引き剥がそうと体を引いた。いや待って、今のは言葉のあやで。結婚する気なんてないと言葉を続けようとするけれど、嬉しそうに目を覚めるレイに言葉を飲み込む。そうしている間にアイラさんはレイと視線を向けると、口元に手を当てて柔らかい目を浮かべた。おめでとうレン、ずっと彼女さんと結婚したいって言ってたものね。うん、ありがとう。何この言いづらい雰囲気。やばい。あーちゃん、とうとうギャルっ子に捕まっちゃう。シノちょっと、ちょっとなんかあのすごい、シノさんちょっとしやけるかも。リアリとした笑みを浮かべる白に、私はすがりつく力もなくレンの方を見る。するとレンは下り顔のまま私を見上げて嬉しそうに微笑んだ。一緒に幸せになろうね、アクル。うん、やりましょう。そんなー。こうしてレンとアクルのラブラブ新婚生活が始まったのであった。これから一体どうなってしまうのか、俺にはさっぱりわかりません。レンの言葉に乗ってしまったが最後、こうして私、早星アクルは散々逃げ回ったはずの人生の墓場へ急降下してしまったのだった。誰誰誰。すっかり祝福モードになった空気の中、小さな声が響く、低く響く。ギラリとした鋭い気配を感じ取ってそちらに顔を向けるけど、そこには柔らかい微笑みを浮かべる相田さんがいるだけだった。勘違いかな。何やら顎に手を当てて考え込んでるシノに思わず問いかける。するとシノは口の端を上げて私へとかぶりを振った。なんでもない。え、なに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 。普段見ることない表情に眉をいそめるけど、でシノはレンたちへと視線を向けるだけだった。怖っ。けれどその瞳にはわずかな好奇心が宿っているようだった。面白い。いや、オープニングクオリティ高いな。2021年7月30日、
全世界同時発売、発売されてる俺これダウンロードしたのがね8月の30とかだから多分発売されてますね。普通に考えてよ、普通に考えてね、アクルちゃんが年齢いくつかわかんないけど、なんか進路希望に誰々のお嫁さんって書くのはやめた方がいいと思います。